東京神田神保町に今村翔吾さんが書店を開店させた。その名は本丸。店内には364の棚が並んでいる。これ一つ一つがいわゆる本屋さん。入会金などを支払って本棚を借りた人が自分のおすすめなど思い思いの本を販売する新しい形の書店、シェア型書店なのだ。ウェイクアップのパートナー山崎怜奈さんの棚もあった。本でつなぐ和という意味も含めて本丸という名前で、今日ここから出版の日を絶やさないための反撃に出ようと思っております。書店の減少は地方に限らず東京でも進んでいる。経産省によると原因の一つがネットによる書籍販売が増加しているためだという。省内横断の組織としまして、町の書店を振興するプロジェクトチームを設置いたします。書店は教養を高める基盤で地域文化を振興する重要拠点と位置づけ、国も動き始めたのだ。こちらは東京千駄木にある書店。売上でいうとだいたい 5% とかそれぐらいは下がっちゃってますね。下がり続けちゃってるっていう感じでしょうか。従来売り上げを支えていた雑誌やコミック、文庫本が年々売れなくなってきているという。そこで棚に工夫が。一冊一冊が面白そうに見えるようにしている。例えばこの江戸時代の文化をテーマにした江戸の暮らし、その上の棚には落語を、下には街歩きに観光ガイド、はたまた昭和の東京の街並みが写真でわかる本に、オーバーツーリズムを考える書籍も並べている。ジャンルにとらわれることなく興味や関心がつながっていくような棚を作っているのだ。さらに例えば写真集が発売されると、その作者を店に招き写真教室を開くなどイベントも開催している。この本だって最初から決めていた本ではない、その本との出会い、いろんな関心を持ってて本屋の棚の前に来てもらうと、で時間を過ごしてもらうと、それを思い出してもらえるっていうか。こちらは永田町にも近い東京メトロ溜池山王駅、その構内にある書店。店員がいない。無人の書店ホンタスだ。入店は LINE アプリから友達登録し、送られてきた QR コードをセンサーにかざすだけ。広さ50平方メートルほどの店内、一番目につくところに並べられているのがビジネスマンが多い地域だけあって、今社会のトレンドがわかる書籍。ちなみに会計はキャッシュレスで。そもそもなぜ無人なのか。需要がどうしてもこう低下しつつあって、書店がなくなってきている。じゃあ10年後20年後どうなってるかってやるときに、まあ、人口減少もありますし後継者がいなくなっているところもかなり課題があって、じゃあそれも含めた持続可能っていうことを考えた。イラストだけの本なんですけれども、カラフルっていうタイトルのくせに白黒の本という変な本がございます。グラスを傾けながら本の話題で楽しめる。こんなバーがあるのが、およそ1000平方メートルに10万冊の品揃え、麻布台ヒルズにある大垣書店。去年の11月にオープン。出店した理由は麻布周辺にあった5軒ほどの書店すべてが姿を消したからだという。
そこでキーワードにしているのがご近所。本っていうのは毎日ずっと売れていただかないといかない商品でもありますので、そういう意味ではやはりご近所の方が望むようなものをちゃんと提案するっていうのが重要かと思っております。麻布周辺にはデザイン事務所が多いことから美術書を数多く取り揃え、絵本コーナーやギャラリーも設けた。ご近所の人たちに集まってもらうことが大切だと考えたという。バーにもそういう思いがあったのだ。兵庫県豊岡市にも本が取り持つご近所付き合いの場があった。大海文庫、実はここの店番をしているのは看護師やソーシャルワーカー。今一番疲れてることかな。面白い。体的に、本当に身体的に64で身体的に、医療について孤独や孤立などに関する悩みを相談できるケア施設なのだが、地域の図書館として大切な拠点になっている。棚を借りた人が自由に本を置き、訪れた人に本を貸し出しているほか、館長が選んだ書籍の販売も行っている。館長は公衆衛生を専門とする医師。ここに来たらちょっとこう本を通じながらちょっと相談してくれたり、仲間を見つけることが回復のきっかけになったりして、ここからまた町に戻っていくみたいな、そういう場になってるのかなと思います。本が一つの処方箋になっているという。本がつなぐ人と人、いろいろな出会いが生まれる書店、これからの在り方は。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。土曜朝8時はウェイクアップ。